ガキーなんで馬食とかなんで結婚したのとかいうふうに、ガキロスで会社に行けないとか。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、私はこれまで9年間で、5500件以上もの不倫解決に関するカウンセリングをしております。はい、ということで、ガッキーと星野源さん、ご結婚おめでとうございます。最初にこれを申し上げます。まあね、いろんな方がガッキーさんと星野源さんの結婚についてものすごく驚かれて、で、まあ大悟さんとかもなんか絶賛で、あの焼け酒飲んでたんですよ、 YouTube を見るとね。で、なんかもうベロンベロンになって、なんかあの YouTube 休むとか1ヶ月休むとか言ってたし、あのひろゆきさん、あのね、毒舌で有名なひろゆきさんも絶賛してたんですよ、ガッキーをね。まあ、もちろん星野源さんもとてもいい旦那さんになりそうだなって、私の勝手なイメージですけどもあるんですけども、まあなんせガッキーが結婚したということで、あの YouTube とかいろいろ私も見たんですけども、 YouTube ニュース、あの TBS ニュースか、 TBS ニュースなんて2日間で244万回も再生されたりとかしてたりとかして、本当に社会現象になってるんですよね。なんかガッキーロスで学校、なんか会社に行けないとか、なんかそういうのもちょっと見たりとかしてたんですが、私が思うのは、そのガッキーロスとか星野源さんのファンとかもうなんかこう、バーショックとか、なんで結婚したのとかいうふうによくよくね、こうやって皆さんこうなんか落ち込むだけ落ち込んでらっしゃると思うんですけども、もうですよ、ここね、一番大事なことっていうのは、このなぜガッキーがこんなに世の中で、全ての男性、あのほなね、すごく毒舌なね、ひろゆきさんも、辛口で有名なあの大悟さんも、ああやってメンタリストのね、大悟さんもああやって、ガッキー、なんでって言ってるのかっていうところを、私たち、不倫されてる奥様であったりとか、もしくは奥様に不倫をされてる旦那様であったりとかっていうものは、ここからどう学ぶかなんですよ。なぜこの人たちはこんなにみんなから、うわーなんで、もう俺どうしていけばいいの、私どうしていけばいいのっていうふうになるのかっていうところを学ばないといけないんですね。ということで、私は今日はなぜガッキーは、みんなからこうモテるのかとか、ロスになるのかとか、あと、まあ、星野源さんもなぜそうやってみんなから、マジでって言われるのかとか、いうことをちょっと、まあ、分析をしてですね。で、あの、最後に、私がちょっと心配していること、まあ、ちょっと偉そうですけどね、心配していることっていうものをお伝えしていこうかなと思います。まずね、あの、なぜ楽器が、ね、あんだけロスになるのかっていうこと、ちょっとこれ想像してみてください。ガッキーのイメージを想像してみてください。ガッキーのイメージ、これ私のこのイメージですよ、勝手なイメージですけども、あの控えめな女性なんですよね。あの逃げ恥でしたっけ、私あれ、あのドラマあんま見てないんですけど、ドラマ自体はあんま見ないんですけど、テレビもあんま見ないので見ないんですけど、あの逃げ恥とかで星野源さんとのこうトークとかをね、ちょっと見たんですけど、まあなんかこう控えめですよね。なんかこう後ろの方で、あーみたいな、とか、とか、なんか私と全然違う、私もガンガンこうやって言っちゃってるから違うし、まず控えめですよね。で、もう一つが自己主張が少ないんですよ。で、いつもなんかこう星野源さんになんかこう、あ、どうぞとか、ちょっと喋ってくださいみたいなっていう感じですよね。なんかちょっとなんか私自己嫌悪になってくるんですけども、であと笑顔のイメージが、いつも笑顔のイメージなんですよ。いつもこう笑ってるって、この笑うのも私のようなね、こうガーみたいな、みたいな、ヒヒヒみたいな感じではなくすいません、ではなく、なんかはぁとか、なんかこう、とか、そうですねとかいう感じの、とてもなんかこう控えめ、すべてにおいて控えめなんですね。で、もう一つが、あと清楚、すごく清楚な感じ、イメージなんですよ。私はこんなね、しましまな感じで、こうアクセサリーいっぱいつけて、こんな大ぶりなあのイヤリングをつけてっていう感じではないんじゃないですか。清楚なイメージですよね。で、あと髪型がストレート、もしくは少しのカールをやってる女性ですよね、ガッキーっていうのが。なのでやっぱりね、男性ってね、好きなんですよ、このサラサラヘア。
で私も結構ね、髪型に関しては髪型とか髪のこの色ツヤ、特にねツヤ、女性はツヤですからね、ツヤ、リップもツヤ、顔もツヤ、ここのヘアもツヤ、とにかく顔がツヤツヤしてるっていうイメージが男性がね好きなバージョンが多いんですよね。なんか男性に合わせないといけないじゃなくて、やっぱりモテないよりはモテた方がいいじゃないですか。でそれがやっぱり男性が好むっていうのが髪型がストレートか、もしくは少しのカールみたいなんですよね。でまあカラーも清楚な印象じゃないですか、ガッキーって。金髪とか今流行りのインナーカラーとか、あと私もちょっとね白髪が出てきたのでハイライトとかいうのを時々入れてるんですけども、まあ楽器とかねまだ若いから白髪とかないと思うんですけども、まあ、そのこの派手なカラーリングをしてないですよね、楽器ね。であとなんだ、あとお化粧が薄い、ごめんなさい、すいません、私お化粧が濃いんですはい、お化粧がとても清楚、してるかしてないかわからないようなお化粧をしている、もうなんかノーメイクでも全然わからない、変わらないんじゃないかなっていう顔のお化粧のイメージ。だから口紅とかもちょっと私も今日最近はねピンク系をつけてるんですけども、レッド系とかちょっと暗い口紅ではなく、ついてるかついてないかわからないちょっとほんのりと薄いピンクまあね、年取ってきたら似合わないんですよ、そういうのが。ちょっと私もちょっとギャグゲーしてますけど、似合わないんですよ。年取ってきたらちょっともうはっきりメイクをしないと、描かないとぼんやりしてくるんでね。まあまあ、ちょっと私のことはほっといて。なんせ男の人っていうのは、そういうふうにこう、お化粧が薄かったりするのが、やっぱりこう、喜ばれるみたいですね。あと、イメージから私の勝手なイメージですけども、ガッキーのこのイメージって言ったら、ガッキーといえばなんか、薄い、こう、淡いカラーの色が、のイメージがあるんですね。なんか、白とあったりとか、薄いブルーとかね、薄いこう、黄色でイエローねとかピンクとか、ピンクはあんまりイメージがないなっていうのが、やっぱりそういうこう爽やかな、なんかどんよりとした感じの紫とかなんか茶色とか、そういう色ではなく、こういうこう私が着てるようなこういう濃い色ではなく、やっぱりこう淡い色っていうイメージですよね。であと表情が女の子なんですよ、ガッキーって。もちろん32歳だからそれは当たり前ですよ、当たり前ね。私のようにまあアラフォーとかアラフィフとかアラカンとかなってくればね、そんななんか表情が女の子ってちょっとだけキモいじゃないですか。ね、なんかちょっとこうなんかおばちゃんがですよ、おばちゃんがとか言ってたとそれもあなた異常者じゃないですか。異常者ではないけどもちょっとなんか違和感を感じますよね。なんでだけどもそのとかなんか少女のようにこうスキップをしろとかなんかやーん失敗しちゃったとかそんな感じで言えとかじゃないんですよ。そう、表情がおばさんとかきつい女とかではなく、いわゆる柔らかい女の子の表情をしてるっていうのがガッキーの特徴ではありますよね。であと笑う時に白い歯、もう鉄板ですよ。ヤニがついてたりと、ヤニとかついてる人はあんまりいないと思うんですけど、コーヒーステインがついてたりとかね、なんかちょっと黄ばんでた、私もちょっとカラーリングしないといけないなと思ってるんですけども、あとまあこれも勝手なイメージですけども、きっと香水も清楚系、いわゆるそのムスク系であったりとか、なんかフラワー系ですよね。なんかちょっとこう匂ったらはーっていう、こう深呼吸したくなるような香水をつけてるんだろうなというイメージですよね。だからそういうこう、まあみんなね、多分大吾さんも会ったことがないって言って、メンタリストの大吾さんも会ったことがないって言って言うぐらい、あの楽器の皆さんこうイメージなんですよ。そういう女性なんだろうなっていうイメージだと思うんですね。でもこのイメージっていうのが、その人間のね、やっぱりこの第一印象がその人のこの中身をこうフィルタリングするんですよ。そういう人なんだろうなって。だから例えばすごく餃子の王将なんか行って、おばちゃんがあんたこの値段違うじゃないのよって怒鳴ってる、その人は知らないけども、その人の人間性は知らないけど、もしかしたらその裏にすごいなんか悪い対応した店員がいたかもしれないけども、最初にそうやって怒鳴ってるおばちゃんのイメージ、なんかサンダル履いてね、そのおばちゃん怒鳴ってると、その人の印象ってなんかやっぱりこう
この人ってさみたいになるわけなんですよ。でガッキーのイメージは控えめで自己主張してないようなイメージで、笑顔のイメージ、いつも笑顔のイメージで、清楚系で髪型がストレートで少しのカール、あとカラーが清楚な印象、清楚なね、清潔な印象でカラーね、髪の毛の、あとお化粧が薄い、イメージカラーが白とかその淡い色、表情が女の子のような表情で笑う時に白い歯、きっと香水も清楚系なんだろうなっていうイメージ、さらに言うんだったら下着は白かピンクだろうなみたいな、そういうこうイメージがあって、皆さんからやっぱり男性陣から、あガッキーなんでって、ガッキーとなんで星野源なんだとか思われるわけなんですよね。だからその私たち奥さんたちがね、やっぱりこう若い時はそういう感じなはずなんですよね。まあ派手な女の人も好きな人いますけど、でもやっぱりこう結婚したらどうしてもそうなってしまうじゃないですか。子供を産み落とすたんびに私たちはなんか恥じらいというものを捨ててしまうようなんですよ。なのでそういうところもちょっとこうね、あの旦那様、不倫してる旦那様の心をつかむためにはそういうところを学ばないといけないなっていうふうに、私はこのガッキーの報道を見てて不倫解決カウンセラー的には思ってたわけなんですよ。でね、星野源さん、まあこれを見ていただいてる不倫されてる旦那様が星野源さんから学ぶところもあるんですよね。でこれは私の女性的な意見ですけども、まあ、星野源さんといえば、まあ、もしかしたらね40過ぎて結婚しもするわけだから、もしかしたら性格に難があるかもしれないし、もしかしたらものすごくモラハラで DV で、でなんか SM で言うと S みたいな人なのかもしれない。逃げ恥の印象でしか私は知らないです、正直な話。星野源さん知らないから、多分皆さんもそうだと思うんですけども、でも皆さん騒いでる人たちっていうのは星野源さんの勝手な逃げ恥のイメージで、なんで結婚しちゃったのって思ってるわけでしょ。でそれのイメージが大事だっていうことを私この動画で訴えたいわけですよ、うん、なので星野源さんのイメージで言うと、いわゆる安心感がありそう、安心感っていうのは全てにおいてですよね。あの性格、あとは経済面でもそうですけど、安心感がある、私たち女性を幸せにしてくれそう、いつも大切に扱ってくれそうとかいうイメージですよね。であと優しそうとか、うん、優しそうなイメージじゃないですか。あの逃げ恥のイメージがね、もうガンガンガンって入ってるわけですよ、頭の中に。私も見てないですよ、正直な話。 YouTube でちょこっと見たらなんかそういうイメージですよね。であとまあ清潔感もありますよね。なんか臭くなさそうだし、まあ、これもイメージ。40過ぎたら絶対親父臭、加齢臭するはずなんですよ、はずだけど、多分イメージで言うと臭くなさそう、清潔そうですよね。で私だけを愛してくれそう、まあ、それもまた逃げ恥のイメージですよね、うん、私だけを愛してくれそう、あと経済力もありそう、イクメンそうとか役柄、まあ、全部役柄のイメージだと思うんだけども、いわゆる女性っていうのはああいう風な男性を、とても好む傾向があるということです。これガッキーも同じですよね、うん、だからあのされてる私たちね、されてる奥様、旦那様っていうのはそういうドラマの中で女性がギャーギャー言う、まあ、芸能人であったりとかね、ドラマの中でもすごくなんかこう人気が出てるキャラクターとか、そういうものを私たちの中に取り込んでいかないといけないんじゃないかなって、私はドラマの中ですごく学びました、今回の楽器。え、大悟も俗舌で言う有名なひろゆきさんもあんだけ落ち込んでる、なんでだろうなっていうところをちょっと今日はね分析してみたいなと思ったんですよ。でもね、まあここちょっと私の心配してる勝手な不倫解決カウンセラーとしての心配してるところなんですけども、そこはまあね、こうやってね星野源さんがね、誰もが落ち込むようなね、羨むようなね、どんななんかちょっとなんか面白い検索キーワードがあったんですけど、こう上位検索のキーワードがあって、あの楽器おおあ、なんかそこあんまり言っちゃいけない。お、うんとか、なんか、新垣結衣、お、の味とか、いうのは検索してあったんですけども、なんか、皆さんそういうことも関心があるんでしょうけども。まあ、ちょっとまあ、ちょっと話はそれましたけど、まあ、言うたら、その、このね、誰もが羨むような女性と結婚した旦那さんっていうのは、
まあ、例えばちょっと前にあった、渡部さんと、お相手のあの可愛い、ね、女の子カムントニャン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 ちょっとど忘れしました、あの方との結婚でもやっぱり渡部さんってあの浮気をしたじゃないですか。それもしかもゲス不倫ですよね。なんかトイレでそういうことやったりとかで、お相手もそんななんか誰それみたいな人と浮気してたりとか、ファンとかねいう、こう自分の奥さんよりも、まあ偏差値で言うと顔面偏差値が奥さんが200とすれば、顔面偏差値で言うとその女性たちは例えば5であったりとか10であったりとかいうわけですよね。そういうふうに、そういうふうな女性と浮気をしないかなっていうところだけがちょっと心配ですね。あのやっぱりね、人間ってね、何でも言うけど慣れるんですよ、慣れる生き物なんです。毎日例えばスイスのあのすごいね綺麗な山を見て、わーここ素敵住みたいいいわと思っても、そこにずっと住んでるとそれが当たり前になると思うのと一緒で、毎日毎日そのガッキーと一緒にいて、でまあ、楽器ももしかしたらすごい昭和論なのかもしれない、知らないですよ、知らないけど、すごく癖のある女性なのかもしれない。でその癖のある女性だったら私はいいと思うんですけども、みんなが思ってるようなあのイメージのままの女性だったら、ちょっと星野源さんはね飽きて浮気するんじゃないかなっていうのもちょこっと心配になったりとかします。まあ、そうならないと思いますよ、そうならないと思いますけども、私のねちょっとこのいつもこの9年間あの下水不倫ばっかり見ている、その下水不倫のことばっかりご相談を受けている私からの余計なおせっかいの心配でした。はい、とにかくもう何国も、あとにもかくにもこの結婚は本当に私もなんか、あこういう女性にならないといけないなって反省した一つのニュースでした。とにかく星野源さんと楽器おめでとうございます。はい、ということでこの動画では、奥様の不倫解決、旦那様の不倫解決の、コツ、ヒントというものをお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。